はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回はバトルフィールド1プロ版やってこう。ベータぶり、もう発売から1ヶ月ぐらい経ってんのに全然やってないし、動画もやってないし、いい加減やろう。シーズンパスも買っちゃってるからマップも増えていくし、イタリア兵も増えていくし、イタリア兵ってイタリア兵だったっけな、確かその辺だったはず。で、シナイ砂漠ってことはやったことがある。よし、じゃあ、看護兵の、これ使おう。M1907SL。どういう武器かはよくは知らない。で、こっちにするか。これで OK。装備もまだちゃんと見てないし、全然遊ばなさすぎて。で、分隊長か。このまま運ばれよう。おっ、しばらく運ばれるか。このまんまマップをね、この方式で開くのまあ、ちょっとね、BA4 の頃の方が好きだったな。さあ、味方がかなり取ってってるね。さあ、こうやって分隊命令も達成させて、チャーリーもいけるね。おっと、敵の乗り物。チャーリー側が来ると思うから防衛命令で、プロ版をね、遊んでみた感想としては、旧式でも遊んでみたんだけど、フレームレートがすごく高くて、旧式よりも重くなる場面が、てか旧式がものすごく重い場面が多かったんだけど、それがかなり解消されてて、ちょっと旧式との人とはちょっと差が出そうなんだけど、非常にやりやすい。上にはいないな。じゃあ B 行くか。さあ、砲台で仲間が監視中。あ、今いたな。お、いるいるいる。OK。OK。OK。待て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 。ああ、そこにいたのか。なんとか3人は倒した。B 側からの進軍を止めてみせよう。ゴルフは相変わらず遠すぎるからもう知らない。あ、仲間脇で。いた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 。オッケー。おっと、何をしてるんだい。ナイフ、オッケー。もう一人いた。まあ、壁越しに敵が透けちゃったけど、よかったのか、ナイフキルの敵。もう一人いた。待て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 。OK。仲間。はい、注射。さあ、仲間もやって、分隊員優秀。もう一人いた。OK。いいね、この武器。セミオート大好き。さあ、奥の方にいる。ただこれ光学サイトはついてないから、あんまり遠すぎる敵にはちょっとね、エム力がないから。こっちの仲間たちと行こう。医療キット。いた。あっと、仲間がダウン。ちょっと命がけで助ける。おっ、ガスマスク。
取って。さあね、全然やってなかったからね、ランクがもね、ポンポン上がるわけで、どうしたんだ、こんにちは。あ、フレンドがいる、いつの間にか。いつの間にかフレンドがいた。あ、これ仲間か。あ、スナイパーライフル。あ、D 取られた。この武器は近距離そんな得意じゃないんで、 D の開けた砂漠の端っこの方から。あ、いるね。痛い。お、やめて。うま、来た。あ、ちょっとチャーリーはチャーリーあたり押されてんな。味方アルファ行くならちょっとアルファ分隊命令出そう。アルファ さあ戦車がたくさんいるな。あの上あたりよく敵いることあるんだけど、あ、行った。あ、当たんないよな。さて、なんかチープな乗り物の前に、目の前に敵がいた。偏差射撃は苦手なんだよ。危ない。どこ行った？あ、待って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 、これは無理だ。一旦アルファ逃げて、で敵の姿があったんだけど、入ってきたな。痛い。オッケー、撤収。戦車相手だ。助けて、誰か。あー、ロケットガンか。さっきの敵だ。We have lost objective Edward. さあ、仲間が B にいるから。B はキーの。命令出しの。よいしょ。あは、サナビ。で、チャーリー側に行こう。チャーリー側の砲台にいられるとちょっと困るんだけど、敵が普通にいる。あー、ちょっと当たんないな、遠くて。おっと？あー、ちょっと今、重装備兵のキットがあったけど、仲間取ったか。待って、向こうから来てる。OK。もう一人いた。オッケー。あ、もっと、もう一人いたぞ。ヘイムがひどい。リロード、まだいた。なんか銃から変な音するな。オッケー、仲間を守った。リロードでグレーがたくさん飛んでくる。え、ダブルキル、もう一人いた。うー、スナイパーか。結構倒したでしょ。チャーリー行こうか。仲間の乗り物。マザール通信基地。この乗り物なんか面白いよな。この時代の2台付きバイクというか、2台じゃないや、2人乗りバイク。 OK、 仲間やった。仲間じゃない、敵をやった。よし、で仲間が1人いたい。あ、仲間が戦車の上で亡くなってる。
これ注射、はい、待って注射が届かない。あ、登れる。はい、オッケー。戦闘機落ちてきた。さてこっちにも仲間がダウン。はい、お注射よ。意外とその看護兵使ってる人もいないから、回復キットをたくさん置いてってあげるか。道中さて B にただいま敵が進軍じゃ。あ、で回復キットがさ BF4 ほどあんまり弾んでいかないんだ。さあ接近だ。おお、乗り物行った。さあ分隊員どんどん回復してくれ。よし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 、押し込め。オッケーオッケーオッケー。あー、グレネード。看護兵は来れるか。看護兵はお、来てる。ありがたき幸せ。どれなんだろう、これか。まだソーシャルの発言のどこにあるのかもよく分かってない。できた。さあアルファ行くか。アルファみんなでゴー。あー、敵の装甲列車。大丈夫か。お注射。あーごめん、前方から敵が来てた。さあ分隊員がデルタに。待て、撃たれてる。待って、もう一人だ、助けに行きたい。あー、んー、デルタ行くか。馬リロード。敵来るな、これ危ないな。一人 OK。 あー、ダメか。あ、馬上からよく撃てるな、腰ダメ。ちょっと拠点押されてる。爆撃機久々に行ってみよう。これどうやって操作するんだっけ。 OK。 あ、 OKOK、 ちょっと操作を忘れかかってる。ただこれをやるにはね、ちょっと地上の仲間のサポートというかスポットがちょっと欲しいとこなんだけど、とりあえず T 落とそう。あ、いないな。ちょっともう一回旋回。あ、チャーリーたくさんいるな。ちょっと仲間リロード待ってね。あ、敵の戦闘機に疲れてる。もうちょっと旋回だ。あ、敵の装甲列車もいるもんな。ちょっと今戦闘機きついな。危ない。ちょっとこっちに逃げろ。
あと1回爆撃を。さあ、チャリに爆撃だ。ノーヒットか。ちょっと修理したい。よし、修理 OK。 走行列車に攻撃するか。あんまりこっち撃ってこないな。で、仲間が先頭に移動。列車いた。撃ってきてんな。降りよう降りよう。このままだと誰も倒せない。熱い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 。 OK。 仲間の馬か。 OK。 あー危ない。もう一人いた。仲間の戦闘機がこんなとこにいる。チャーリー押されてそうだからチャーリー脇で。でも列車の線路に面さない場所で拠点を稼ぐしかないな。さあどこにいる。あ、あれか、乗り物か。乗り物は無理だ。ちょっとチャーリー仲間。タンクあり。仲間の馬だ。あ、アップね。もう一人いたな。ダメか。デルタ枠しよう。デルタ脇でこっち方面めっちゃできる。ほら、え、駐車しよう。ほら、yaralarını tedavi etmemi ister misin? Yaralanmış, seni tedavi edeceğim. さて敵がいる。 OK。 さあチャーリー行こう。チャーリー、ウィンマーで必要があります。こっちから出て、チャーリー進軍進軍。危ない。セフィエイジ、アハオルダ。 OK、 危ない。回復。アハ、スフィヤルドムチャンタス。そっちか。本当至るとこいるな。でもチャーリー、あ、拠点すげえ減ってる。この人脇で。オッケー。オッケー。めっちゃいるなこの辺。持ってる。オッケー。あー、建物に入れない。分隊命令達成ってことは取れたか。OK。We have lost objective Duff。 で、すげえいろんなところロストしてる。F 取りに行こう。この人脇で。なんだ、馬。F。いてててて。うっそ。後ろにいた。拠点はだいぶ取り返してきた。
あとはこの辺にちらほらいる敵をやらんとな。さっきこの辺に一人いなかったが、降りたな。We have taken objective Duff. Suhi yardım çantası. Tedavi. いない。あと取れてないのは向こうか。あ、チャリチャリ。Hedefi müdafaa edin. リロード。危ない。こっち下がろう。Aha, sana bir Suhi yardım çantası. We have lost objective Charlie. うー、当たんない。回復キット。Suhi yardım çantası. これ来るな。あ、仲間だった。リロード。そっちか、そっちの窓か。ちょっとビーチ店に行ってみよう。乗り物の中なら安全だ。いない？時々上にいるんだけど、これ砲台があんまり上の方を向けない。よし、フィーゲット昇進。アタトルフィーゲット。誰かいた？ OK。 もう一人いるぞ。もう一人いる。オッケー。さあ、このままアルファに行っちまえ。ヘデフシュエレギチュ。この辺に敵はいない。あっと、前方にいた。あ、二人いる。撃ってきてんね。ディシュマンゲンジスゲルンデス。オッケー。リロード、同じ武器だ。わあ、攻めてきた。よし、勝った。かっこ悪い。勝利。26分もやったか。というわけで、あ、フラッグ防衛1番。まあ、旗取りといえども、あんまり敵を倒せなかったけど、それじゃあ今回は、市内砂漠ももう何度もやってるんで、次回また違うマップでやっていこうす。じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。